おはようございます。大人水族館です。我が家の180センチ水槽にてシルバーアロワナとノーザンバラムンディの混泳を始めました。一緒にして2日経ったんですが、争う様子は全く見られていません。いい感じですね。アロワナの混泳といえば2匹ではうまくいかないのが一般的なイメージです。特にノーザンは荒いため、そもそも混泳には向かないと言われています。うちの子たちは相性がいいのか何なのか分かりませんが、今回は混泳がうまくいっている我が家の飼育スタイルでも紹介してみようと思います。まず水槽は 1800×600×600、 ろ過は120センチ用の上部ろ過、後々外部式フィルターも追加設置しようと思っています。ライトは見るときだけ点灯していて、中の魚はシルバーアロワナ、ノーザンバラムンディ、ポリプテルスエンド、ケリー、オルナティピンニス、デルヘッジの5種類5匹が入ってます。餌は今んとこ少量を毎日与えてまして、カーニバルとキャットをメインに、たまにクリルや金魚メダカ、今はアフリカツメガエルを入れてます。水替えは1日2回朝と夕方やっていて、朝にまず夜中したうんことか、あと目に見えないですが魚は当然水中でおしっこをしているので、でまず朝1、5分の1ぐらいかな、水を抜いて新しい水を入れます。その後餌やりをして、夕方には朝やった餌の残りとか汚れとかを含めた、これまた5分の1ぐらいの水を抜いて新しい水を足すっていう感じの水替えサイクルです。他の魚とか両生類の水槽は朝だけ1日1回ですね。どの水槽も毎日少量水替えするのが俺のこだわりというか、もうルーティンですね。というわけで、今のところ混泳がうまくいっているシルバーとノーザンでした。今後も様子を観察しつつ、撮影しつつっていう感じで、他の魚も今後足していって大型魚の混泳を楽しみたいと思います。シルバーとノーザンを取ってたら、エンブリケリーの口の中にカエルがいました。このエンブリケリーは結構攻撃的で、池江さんバンバン食いつくだけじゃなくて、少し前に一緒に飼っていたパールムもこいつがボコボコにしました。今はね、隔離して飼っているので、パールムは元気に暮らしています。この後時間をかけてカエルを飲み込んでました。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てください。ありがとうございました。